はい、皆さんこんばんは。今ですね、サブチャンネル撮っていて、通販でね、メルカリね、社長教えてくださいというコメントね、結構多かったので、実は、また後日ね、皆さんお知らせしますということを言っていましたが、今日もかなりの人がですね、購入していただき、発送もしました。で、ですね、単刀直入に言うと、メルカリのですね、ショップチャンネルはですね、立ち上げたんです。グリーンデポットというですね、僕の会社でのショップをですね、メルカリショップの方で、ずっと作っていたんですけど、ちょっと公開していなかったので、まあでもですね、皆さん早くお願いしますということだったので、期待に応えなきゃと思い、昨日の夜ですね、結構植物出したりして公開したんですけど、で、パーッとね、買っていただいて、本当ありがたいことなんですけど、今日ママチュアとですね、梱包して、発送いたしました。でですね、メルカリのショップになると、送料込み、これね、基本原則みたいなので、まあ、そんなね、バカ高く値段つけれないので、まあまあ僕なりにね、これでもちょっと高めに出したかなと思うぐらいの料金でですね、出していたんですけど、北海道とね、山形とかに今日発送がですね、4件ぐらいあって、実を言うとやっぱり、ね、北海道とかになると送料が2680円とかになるんですよね。で、メルカリから10%引かれてということで、あとは自分で買ったのに単価のせいで、考えたら、ですね、180円しか儲からないというですね、これ何やってるんだというね、感じで、なのでやっぱり送料っていうのはですね、いただかないと、お商売にならないので、他にですね、個人的に言って来られている方はですね、すべて送料ですね、出していただいて、お取引しているんですけど、どうもメルカリショップの場合はですね、送料はこちらが全部負担っていう感じのシステムになっているので、これはね、ちょっと使えないなと思ったので、メルカリのショップの方の商品はですね、今、一時的に全部取り消しました。なのでですね、まあ、僕の個人的な葉っぱとかを出しているやつはですね、そのまま、残しているんですけど、そちらの方はですね、カット苗とか葉っぱはそちらの方で販売しようかなと思うんですけど、さすがにですね、大きい方の商品とかは、ちゃんとショップでやって、会社の方のお取引の方にですね、切り替えようと思って、そういう風な感じでメルカリショップさんの方をですね、使おうと思っていたんですけど、どうもですね、ちょっと無理だなと思って、で、それに適正なですね、送料とかを考えて載せると、やっぱりめちゃくちゃ高くなるんですよ。で、めちゃくちゃ高くなって、その値段っていうの、みんな同じなんで、じゃあ逆に熊本なんで、福岡の方にもですね、めちゃめちゃ高い値段がそのまま乗っちゃっていくんですよ。それはそれで気の毒なお話になってくるので、ちょっとね、合わないなと思ったので、メルカリの方のですね、ショップの方はちょっとね、やめようと思います。で、ベースはですね、そちらもですね、お店持ってるんで、できればそちらの方でですね、出して、まあそっちは送料1000円とか一律でですね、あれなんですけど、料金によって、まあ、こちらもちょっと負担するとか考える。そういうふうに、最低限にならないといけないなと思います。あとはですね、インスタの方に、あと一つ販売用のチャンネルね、実は持っているので、そちらの方をですね、しっかり構築して、できれば、インスタの方のショップにですね、切り替えたいと思います。皆さんにはですね、送料の負担があるので、先日も言いましたが、大型の植物なんかはですね、もう近所でですね、皆さん買われた方がね、本当いいです。もう5000円も6000円もね、7000円も送料出してですね、買うもんじゃないと思いますので、本当、それでもですね、送ってくださいということをたくさんおられてですね、ありがたい限りなんですけど、僕もですね、結構心が痛くてですね、はい、7000円あったらですね、大きい植物があと一つ購入できますからね。そのために僕、情報を出していますので、皆さんはですね、目を養って、近くの植物屋さん、ホームセンターでですね、いいものを購入されてみてください。どうしてもですね、
僕から欲しいという方はですね、また言っていただければ準備しますけど、極力ですね、皆さんに、今日のサブチャンネルコメント返しでも言いましたが、適正価格で皆さんにね、購入していただきたいと思っています。もちろん高い場合はですね、購入一度でもしていただいた方はね、分かっていると思いますが、おまけ結構たくさん僕つけます。今日もですね、僕の傷んでいる植物でも、処分しそうなやつでもいいので、たくさん入れてくださいということがあったのでね、そういうのをたくさんね、もう鉢とかもちょっと汚れている状態だけど、曲がったりしてるやつとかですね、入れてですね、送りました。またね、そういう風なのも結構面白いのかなと思うので、いろいろですね、オーソドックスなやつは、皆さんいろんなところで、今はもう100円ショップとかでも購入することができるようになっているので、そちらでですね、購入していただいた方がいいんじゃないかなと思います。はい。ちょっと変わったやつはですね、やっていこうと思いますけど、なるべく皆さん、お財布の方ね、僕もね、心配いたしますので、販売したいのは山々なんですけど、ちょっと、こういうね、運賃の方がですね、かなりかかってくるので、いかんなと思ってですね、で、僕たちもやるからにはですね、ちょっと儲からないとですね、本当時間だけ取って何やってるかわかんない状態になってくるからですね、そうなってくると、悪循環になってきますので、ここで一旦ちょっとメルカリの方のショップですね、ショップ、グリーンデポットというショップをですね、作ってるんですよ。探すと出てくると思いますけど、今ね、非公開に全部してあるんで、物は載っていないと思います。はい。また、購入サイト、いろいろですね、できましたらお知らせしたいと思います。とりあえずはですね、何か、ちわ散歩とかで欲しいものがありましたら、メールでお知らせください。よろしくお願いいたします。